はい、皆さんこんにちは、ベイビーベアです。今日はルーム102というゲームをやっていきたいと思います。このゲームはですね、僕全然内容を知っていません。分かっているのは超短編、脱出アドベンチャーゲームということと、主人公が女の子ということだけ分かっています。どんなお話が待ち受けているのか、とても楽しみです。それでは行ってみましょう。気がついたらここにいた。私の部屋のような気がするけれど、なんだか違和感を感じる。外に出ないといけないような気がする。あ、家の中。オルゴールが入っている。ネジがないので音を出すことはできない。鍵がかかっていて開かない。本がたくさん並んでいる。カストルとポルックス、ジキル博士とハイド氏、ヘンゼルとグレーテルの本だけ随分と古びている。あ、同じですね。と、書きかけの手紙が置いてある。いつまでもあなたと一緒に。はあ、意味深な。誰かからの手紙がたくさん置いてある。私は誰かと文通をしていたようだ。あ、クマのぬいぐるみが出ている。ベイビーベアみたい。火がついている。鏡がある。花の入った花瓶がある。お、花瓶を手に入れた。お、音にびっくりしてしまった。鍵がかかっている。え、外に出れないよ。どうしたらいいんだ？あ、どうしたらいいんだ？火を消す？これ、花瓶で火を消す？お！花瓶の水で火が消せそうだ。消えた。奥で何かが光っている。寝室の鍵を手に入れた。お、これで、ここの鍵が開くのかな？よし、鍵が開いた。お風呂場行ってみよう。水が濁っていて中は見えない。手では探れない方が良さそうだ。あ、これ水が入ってるんだ。こっちはトイレ。トイレがある。なんだ。なんか道具か何かで探るのかな。二人分の食器がきれいに並んでいる。鍵がかかっているのか、引き出しは開かない。時計は止まっている。紅茶はまだ温かい。はあ、この絵は何だろう。真ん中だけなんか青い花の絵がある。あなたと書いてある。赤い花の絵がある。私と書いてある。真ん中なんだ。何も飾られていない額がある。うん。なんだ。これはメモが置いてある。あなたが望むならヒントをあげる。それは一番古くなく新しくもない。名前の最初は右と一緒。名前の最初は右と一緒。火はついていない。今日はまだ使っていないようだ。水道がある。一本ずつ名前が書いてあるワインが並んでいる。1864年エリザベス、1832年レイチェル、1827年ローラ、1855年エイダ。よく見るとそれぞれのワインの中に何か入っているようだ。ワイン終わりますか？え、ちょっと待って、わからない。これがなんか鍵だよね、きっとね。一番古くなく、新しくもない。名前の最初は右と一緒。
古くなく、メギと一緒。エリザベス、レイチェル、ローラ、エイダ、ローラ、レイチェル、右と一緒ってなんだ？ん？ん？はいにして。おお、どうしよう、わからない。どうしよう、レイチェルかローラだよね。右と一緒？ん？ローラにしてみよっか。割れた中身から硫黄なガスが発生し始めた。私はそのまま意識を失ってしまった。おお、死んでしまった。やっぱりちゃんと分かってないとダメだね。よし、もう一回。花瓶を取って、花瓶ごと、あれ？取れないんだ。何かフラグが立たないといけないのかな？いつまでと穴だと一緒。ここ、取れないね、まだ。あれ？どうしてだ？あ、取れた。全部一通り調べないと取れないようになってるのかな？よし。これで鍵が手に入りました。そしてここを開け。さあ。あ、ここにも花瓶があるね。綺麗な花が咲いている。ここの、何かヒントになるもの。鍵がかかっていて出られない。あ、ここに何かあるね、メモが。時間はいつもお昼の時間から3つ進んで5つ戻って心と進んだ時間にすること。うん。ということは3時10時な、7時ってことかな。で、これは変われないのかな。よし、片っ端から。片っ端から調べていって。あ、この本のとこ調べてないな。あ、数字を入れる。なんだ？三つの数字。さっきの3時、5時、戻って、9つ進んだっていうのは関係ないよね。一応やってみよう。違う。うん。さあ、ちょっと進まなくなりましたね。熊のぬいぐるみが寝ている。火は消えている。ちょっとベッドから抜いてくれないかな。何か隠れてる場所、こういったところとかも調べるべき？
そうするとやっぱりここのワイン。レイチェルかローラか。ちょっと待ってくれ。あ、違うじゃないか。これ、猫ごとに並んでるわけじゃない。ちゃんと見ないとね、1827年が一番古い。32年が次。じゃあ、レイチェルかエイダだよね。このワインの名前がわからないけど、一番新しくなくて、一番古くもないのは、レイチェルかエイダなので、レイチェルにしてみよっか。お、引き出しの鍵を手に入れた。でもなんでレイチェルは右と一緒なんだろう。謎は深まるばかり。わからないけど、引き出しの鍵を手に入れた。ここかな？お、鍵が開きました。中には何か鍵が入っている。ん？本当に外へ出るの？編み物用の編み棒を手に入れた。編み物用の編み棒で何をするんだ？編み物用の編み棒でここをなんかする？お、編み棒を使って中を探ってみた。すごい探ってる。お、時計の針を手に入れた。時計の針がついてなかったのか。もしそれでこのさっきのこの張り紙、お昼の時間から3つ進んで5つ戻って9つ進んだ時間にする。7時。え、違うの？お昼の時間から3つ進んで3時でしょ？5つ戻って10時でしょ？9つ進んで5、6、7時じゃない？19時とかにしなきゃいけないのか？あ、19時。なるほど。時計が動き出して何かが落ちてきた。タンスの鍵を手に入れた。よし。タンスの鍵、タンスの鍵。ここ。鍵を開けた。中には見覚えのある衣服が入っている。服の間に何かあるようだ。どうしても出ていくの？それならヒントをほんの少し。紫色になるようにきちんと重ねてね。なんだ？どういうことだ？どういうことだ？これか？お、なるほど。これを重ねて寝室の引き出しの鍵、おお、紫になって、どういう仕掛けだろう。あ、ここの引き出しか。鍵を開けた。中にまた紙が入っている。これが最後。本当に行くんだね。それならば、このまま玄関から出るといいよ。さようなら。本当に？わかった。出口が開いてる。部屋から出た先は、真っ白な病院のような場所だった。扉の横には部屋番号だろうか、102と書いてある。白衣を着た男の人が私を出迎え、長いことはかかったけど、今日でお別れだね、と笑った。あの不思議な部屋は何だったのか、何か大切なことを忘れている気がするけど、思い出すことができないまま、私は家へと帰ることになった。
消えてしまった記憶、エンド1。そっか、まだ試してないところとかいっぱいあったよね。鍵がかかった日記とかオルゴールとか、それでまたエンドが変わってくるのかもしれないね。他のエンドも見てみたいですね。次また他のエンドも見れるように頑張ってみたいと思います。それでは今日はご視聴ありがとうございました。ルーム102の実況をお送りしました。それではまた。